ね、お父ちゃん帰ってくるからね。ゆんくんはあそこでお水を飲んでいます。ひとしきり甘えた後にあそこでお水を飲んでいます。あれ？飲んでないね。チョコ。もう飲み終わったってことね。ジャン君。ジャン君もおはよう。布団で甘えているちゃんくんをちょっと取れませんでした。あ、違う、ね、ちょっとカメラでカメラを置いてはできなかったね、ちゃんくん。明るい時間に帰ってくるからね。いい子で待ってよね。よいしょ。朝の気づくらいです。今日も暑そうです。天気はいいね。お、よいしょ。
ちょっと襖を開けてみましたが、とっても暑いので、ジュン君もポンちゃんも日向には行きませんでした。よいしょ、ね、よかったね。お部屋の中が快適だよね。ポンちゃん、水を飲みに行きました。
の音がするね。でもお父ちゃんじゃないって分かっているのか。ヤンくんもポンちゃんもびくともしません。分かるのかな。
って飛んじゃった。はい、どうぞ。おいしい。お待たせしましたね、ぴゃんくん、ごめんね。おいしい、おいしい。はい、おいしい、おいしい。おー、大きいね、大きいね。よいしょ、よいしょ。おー、いっぱい出てきた。おいしい。マグロのカツオ節入り、美味しい、美味しいね。ちょっと待ってね、今したからね。はい、はい、美味しい、美味しい、美味しい。よいしょ。もうちょっと、もうちょっとあるかな。うんと、もう出ないかな。はい、あ、ちょっと出た。はい、ちょっと出た。よかったね。はい、しまい。ごちそうさまでした。よいしょ。はい。次は猫ちゃんにあげなきゃいけない。おいしかった？うん。はいね。ごちそうさま。舐めてくれる？いいかかね。うん、はい、キレキレなったね。うん、うん、キレなった。はい、ワンちゃんの残しも食べます。残すってほどじゃないんだよね。美味しかったー。ジャン君、ポンちゃん、ただいま帰りました。今はもうすぐ2時かな、まだ1時だね。帰れるっていうんで早めに帰ってきちゃいました。ジャン君、ポンちゃんは元気にしてたかな。なんかよそよそしいかな。あら、いなくなっちゃった。ジャン君、ポンちゃん、入院先から戻ってきました。おかえり。あんまり 病人の気持ちはないんだけど、やっぱりね、安静にしなきゃいけないんだそうです。おかゆばっか食うことになるんだそうですよ。うん、そしてですね、ジャン君とポンちゃんはそっけなかったね、帰ってきた時。、うん、
そして寝てたから寝てた。巷のことを言うと外はめちゃ暑です。なんかクラクラするぐらい、足元もフラフラしました。やばいね。ということで今日は家に帰ってからもまた寝ちゃいました。あのね、入院先というか病院ではね、何度かやたら寝たのね。結構寝たのね。あのやっぱりなんかそういう手術じゃないけど、まあね、ダメージがある。そうそう。あ、でもあれか、朝ね検温じゃないや、なんだっけ、採血に朝5時40分とかに来るのよ。え、そんな早かった？おはようございます。と思って採血に？そうそう、採血そんな早かった？来た。で、へえ、うわ、これはちょっと暴りだからもう一回寝ようと思ったんだけど、もう一度起きたら寝られないたちであるので、うん、夕方だから寝られるんだけどね。そこから BS のね、ワールドニュースが見たかったんだけど BS 入ってなくてしょうがないから、あれを iPad で音楽を選んだりとかしていました、うん、そしてだから寝たのか、起きるのが早すぎた、うん、ということです。へえ、はい、ありがとう。早かったけど、ジャン君、ジャン君、今日はクロケンパパ帰ってきてからずっと寝てたね、君ね。よいしょ。夜中になって元気にならないようにね。なんか知らないけど一泊入院でしたが疲れてる、なんか何かが疲れてる、休まっていない感じ。多分今日は早く寝ると思います。昨日病院ですごい寝たのにね。はい、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、ポンちゃんおいで。はい、ここへ来れば。あれ、そっちですか、こっちか。はい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 、はい、もうお休みだね。お休みなさい。